コルト M1851 ネビーはアメリカの銃器メーカーであるコルト社が1851年に発売したパーカッションロック式シングルアクションディボルバーである。コルト社は1848年に44口径という大口径のパーカッション式リボルバーであるコルト M1848 を開発しアメリカ陸軍の正式拳銃に採用された。 1847年から1850年にかけ、サミュエル・コルトは M1848 を36口径として小型軽量化した銃の設計に着手し、1851年には M1851 を開発した。この新たなパーカッション式リボルバーは M1851 コルト、リボルビングベルトピストル・オブ・ネーバル・キャリバーの正式名称の他に、 ライカン休憩弾を用いることからキャップボールリボルバーとも呼称されたが、通常はコルトリボルビングベルトピストルオブネイバルキャリバーと呼ばれていた。M1851 のシリンダーには、1843年5月16日に行われたカンペチェの戦いにおけるテキサス海軍の勝利の情景が掘り込まれている。テキサス海軍は当時、 コルトパターソンリボルバーの初期型を購入して配備していたが、これはコルト社の最初の大きな正規と成功で、コルト1851ネイビーリボルバーのシリンダーに掘り込まれた海軍の情景は、これ対するコルト社による感謝の現れであった。これがネイビーと呼ばれる由来となっている。このことから、後にコレクターによってコルト1851ネイビー、または ネイビーリボルバーという通称で呼ばれるようになり、本銃の故障として定着した。ネイバルキャリバーの故障にもかかわらず、この回転式拳銃は、主として一般人と陸軍部隊に購入された。本銃は、金属薬莢を用いる回転式拳銃が後半に使用され始めた1873年まで製造ラインに残っていた。これとポケットモデルだけでも、 並行開発された各型の生産数に勝っており、総生産数はアメリカ国内だけでも約25万兆を超える。コルトロンドン兵器工場ではおよそ2万2000兆を生産した。ネイビーの著名な使用者には、ワイルド・ビル・ヒコック、ドク・ホリデー、リチャード・フランシス・バートン、ネット・ケリー、そしてロバート・ E ・リーなどが存在する。1873年。 最新式の金属薬莢式のリボルバーが市場に出回った後にも、本銃は長く用いられ続けた。マシューペリーが二度目に来日した1854年、当時最新型だった、この拳銃を幕府の重臣たちに数丁送ったとされている。後に、ミトハンでコピー生産され、桜田門外の変の際に、いい直お暗殺に用いられたらしいものが、 大阪の古式銃愛好家の手で保管されていることが2010年1月に確認された。36口径ネビーリボルバーは1847年に44口径ウォーカーコルトから派生したドラグーンリボルバーより非常に軽量であり、蔵頭の両側面につけられるホルスターで蛍光するよう設計されていた。本銃は31口径のポケットリボルバーの 重心内径を拡大したバージョンであり、ポケットリボルバーはベイビードラグーンから派生したものである。これらは1836年型のパターソンリボルバーの作動機構を単純化し改善したものを用いている。メーカーでの故障が表すように、ネイビーリボルバーはベルトホルスターに収容して傾向できるよう、サイズを整えられている。本銃は来た。 アメリカにおける西部の広範な植民化の時期において非常に人気のあるものとなった。コルトの積極的な商業活動によりヨーロッパ、アジア及びアフリカまでネイビーリボルト、コルト M1851 ネイビーの初期型、スクエアバックのトリガーガードを有するセカンドモデル、36口径の休憩弾は重量が86グレインである。 重工初速は1000フィート毎秒に達し、近代的な 380ACP 弾頭威力では被験し修る。弾薬は水薬と球形弾、または他の形状の弾頭から構成される。また、初期の金属薬莢、南北戦争時代には発火しやすい、紙製薬法も使用された。これらの弾薬は全て薬室工法の突起にセットされる雷管によって発火された。 サイトは大部分のコルト社製のパーカッション式リボルバーと同じくハンマー上部に掘られた刻み目とフロントサイトのビードから構成される。比較的粗雑なサイト配置にもかかわらず、これらのリボルバーと現代作られる複製品は通常ほぼ正確に射撃できる。分解図。コルト社製の回転式拳銃における装填動作と基本的な作動機構は重視上。 パーカッション式の激発を行う時期を通して一定であり、他のパーカッション式リボルバーの作動機構をも営じるものである。コルトの基本的な作動機構に親しむいては、レミントン、ローマット、アダムス、もしくはクーパーのダブルアクションにも基礎的に同一であることが見出せる。パーカッション式のリボルバーは、薬室と薬室の間にハンマーを下ろした状態で傾向される。 シリンダー後方に設けられた溝や突起は、ハンマーと噛み合い、両方ともセーフティペグカノッチとして作動する。この機構は、シリンダーの不要意な回転を防止し、ハンマーがライカ管に接触して暴発するのを防ぐ。パターソン射製、また後に作られた、ロジャーズ射製とスペンサー射製の幾種類かのリボルバーには、これらのセーフティが欠如しており、 空の薬室にハンマーを下ろして傾向することが要求された。ハンマーを最初の停止位置まで引き起こし、ハーフコックの位置に置く。これにより、シリンダーが装填のために回転できるようになる。薬室に休憩弾、または弾頭を射出するのに、十分な量の水薬を充填する。薬室上部からスプルーを用い、弾頭を前方へ整体するよう置く ラマーの下に薬室を回転させ、銃に付属するローディングレバーを用いて弾頭を装填する。水薬に接するまでまた薬室、ローディングレバーが付属しない方の場合、シリンダーの芯棒が弾丸の装填用に用いられる。来ンを薬室後方のニップルに取り付ける。必要に応じてシリンダーを回転させ、ハンマーをダウンポジションに戻し、セーフティに噛み合わせる。 または即時に発砲するため激発状態にハンマーを引き起こす。シングルアクション式のリボルバーは発砲の前に親指でコックされる。これによりシリンダーが回転され装填済みの薬室がハンマー前面に来る。トリガーはそれから発射位置へ引かれる。ダブルアクション式のリボルバーではトリガーを長く引き続ける工程によりハンマーを起こしシリンダーを回転させて 銃を発砲させる。弾薬によるバリエーション、編集なお、蒸気装填動作を、例えば戦場で普通に行うと、紙薬莢を使用した場合でも、金属薬莢式に比して、装填に非常に時間がかかり、速応性に欠けるように見えるが、本銃の場合、重心とシリンダー回転軸を結合固定している固定スイッチを簡単にロックオフすることができるため、 重心とフレーム部を簡単に二分割から再結合でき、シリンダーを極めて素早く容易に交換することが可能である。そのため、弾丸を装填済みにした予備シリンダーを複数個持ち歩くことで、自動拳銃の弾倉交換に匹敵する速度で前段打ち終わった後の再装填が可能である。この方法は、当時存在した金属薬莢を使う。 リボルバー拳銃よりも素早い前段装填方式で、この形式のパーカッションリボルバーが、金属薬鏡式リボルバーが普及した後も根強く、残ったのは、このような手法での素早い再装填行為が可能だったからである。桜田門外の変桜田門外の変を題材にした映画で、幕末の和製コルトが見どころとまで表されている。続、夕日の弾丸マンマカロニウェスタン映画で、 アメリカ映画でも、おろそかに描写されがちな銃器を精密に描くということが行われており、その時代交渉銃器が見どころと評されている。グローリー南北戦争における北軍黒人部隊の戦いを題材とした映画で、主人公のマサチューセッツ第54年隊長、ロバート・グールド将隊さほか、劇中の北軍将校たちが配用している。 CSI 科学捜査班第10シーズンの死ねないロボットに登場。ガンショップのガラスケースに飾られている。ダメージ銃自体にプレミアがついていることが強調されている。海軍拳銃1851末。重要な小道具として本銃が登場する。和田地主人公の愛銃として登場している。昨日の旅44後継仕様のものがカノンの名で登場している。 コルト M1851 残月、月村良守の小説。幕末の日本において、ただ一丁だけ存在する連発銃として登場する。学園記の六巻の夢の中に登場している。ありがとうございます。